今日はですね、こう水分をしっかり取ろうっていう話をしたいと思うんですね。で、結構ですね、皆さんね、水分ね、なんか運動とかした時に結構水分ね、こまめに取らない人って結構多いんですよ。で、一気にね、水分の、バーって飲むよりもちょこ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 ね、飲んでた方が体にはいいっていうんですよね。で、もっと言うなら、例えば、水分が足りてるか足りてないかって、結構、おしっこですね、尿をですね、見たときに、ちょっと尿が濃かったりすると、水分足りてないって、こういう、よく言われることなんですよね。だから、例えば、ちょっとね、トイレ行ったときに、ちょっと、濃い、なんかこう、黄色いっぽいね、黄色っぽい、すごい濃い、尿が出たら、ちょっと水分ね、多めに取った方がいいと思いますね。で、またですね、水分ね、取らない、あんまり取らないと、なんかね、甘いものが欲しくなったり、こう、するんです。脳がね、こう、誤認識するっていうんですか。して、なんかこう、糖分を取りたくなるっていう、らしいんですけど、そういうのも含めて、やっぱりお水ねしっかり飲むっていうのは重要なんじゃないかなっていうのは僕は思います。はい。なので、結構こまめにね、お水飲んでくださいとかこう言うんですけど、意外となんかあんまり、まあ、聞いてくれないっていうか、まあ、どうなのかなって思うことね、結構多いんですけど、よかったらね、これ聞いて、結構水分ね、こまめに飲んでいただければとね、思います。